い、どうも皆さんこんにちは。こじきのこじきんでございます。いつもはね、無料ゲームとかね、体験版のゲームしか実況できないんだけど、この FIFA あれ、なけなしの金でね、買ったんで、まあこれはちょっとね、FIFA つっても去年のやつね、これだいぶ前に買ったんで、ちょっとこれでね、裏技見つけちゃったから、今回紹介しようかなと思ってます。これ見て、オスカル・トーマスの年齢62歳ね、もう普通に還暦超えちゃってんの。キングカズより年上。いや、これ気づいたらこうなってた。で、なんでかなーって思って、いろいろ試してたら、法則っていうかやり方分かっちゃったから、ちょっと今からやっていくね。じゃ、このエリオット・レイビス、年齢20歳、イングランド人。こいつをね、60歳以上にさせます、これから。で、やり方がね、これ、選手を編集。うん。で、ここで、さっきのエリオット・レイビスね、これ。これの、いろいろいじってみるわけ、ここで。で、セーブして終了。あれ？よくわかんないな、これ。ガルシア62歳になったら、ほらほら見て、ほら、あ、これじゃあランダムなんかな。ほら、さっきまでさ、年違ったじゃん、19とか言ったじゃん。ランダムだ、これ。ほら、62歳になった。え、なんなのこのバグは一体。うん、これだけの動画、ほんとなんでっていう。なんでこのロージジーになっちゃうんだろう、急に。ひどくない？直し方とかもわかりません。はい、こういう動画でした。